四日市コンビナートが突然謎の大爆発を遂げた。それは伊勢湾に基地を移したムー帝国の最初の攻撃であった。名古屋の街を破壊する植物原人、事件の陰に死を決意した北川と妹美穂の悲しい別れがあった。熱帯植物園に展開するタイガーセブンと植物原人の死闘、次回鉄人タイガーセブンをお楽しみに。